ースを見に行くのコーナーです。今日は塩崎さんの担当です。おはようございます。おはようございます。今日はちょっと変わった病院に行ってきました。以前にね、おもちゃドクターというのをご紹介したんですが、うん、今日のテーマはこちらです。調子の悪いロボットはこちらまでということで、参考にしたのは8月9日の日本経済新聞です。ホビーロボットと呼ばれる二足歩行の家庭用ロボットを専門として治療してくれるというロボットのための病院が、うん、福島区に、大阪市の福島区にできたんですね。朝山の近く、はい、一体どんな病院なのか見に行ってきました。ロボットが目印の看板、こちらがロボット病院ことロボクリニック。 あちらですか。はい、院長自ら出迎えてくれました。よろしくお願いします。こちらロボットの病院ということなんですが、クリニックなんですよ。こちら、はい、すごい工場みたいな、はい、病院ではないですけど、はい、この奥にあるんですかね。工場の奥の方に病院への階段はありました。こちらはね、はい、診療室なんですよ。あ、診療室は名前もちゃんと本当に病院のような。どうぞ。診療室これ、はい、受付にもちゃんとロボットが迎えてくれてますけれども。そうですね。どうもこう診療室というよりはやっぱり作業場っていう感じ。そうですね、あ、ロボットの作業場です、実は。、はい、そうなんですか。名前だけなんですね。そうですね。いえいえ、私たちが行く病院と同じようにこちらの診療室でロボットの具合を慎重に調べます。見てください、ちゃんとねカルテまであるんです。パッと見てね、ロボット用だと思えないでしょ。はい、院長の大野さんは電子機器の販売業をされた後、日本橋のロボットファクトリーの店長を経てロボクリニックの院長に就任されました。そもそもこのロボクリニックは福島区野田にある株式会社システク赤沢が自社製作のロボットの販売をきっかけに作られました。この会社は主に航空機や鉄道車両などの部品を作っています。そして今月発売されたロボットプレーンはアメリカのロボットイベントで金メダルを受賞したんです。見てください、このようにねローラースケートだってできるんです。おー、すごい。はい、なぜ修理工場ではなくあえて病院にしたのか社長さんにお聞きしました。買って使った人がですね、どうもその感情移入をするようになるんですね。人ではないけれど も機械ではないというなんか特別の感情を持って、はい、人間の病院クリニック的な仕事をですね、うん、することになるだろうなと思いまして、病院では次の部屋を案内していただきました。あー、部屋、治療室って書いてる。でもすごいなんて言うでしょう、こじんまりとした治療室ですね。こちらの部屋にはロボットを治療する道具がいっぱい。道具をしまうにはこちらのようなペットボトルが便利なんだそうです。作業が、いえいえ治療が始まれば本当黙々と患者さんに向き合っていました。このクリニックには、ない部品があったとしてもその場で作っちゃうんですね。わあ、ほんまや、リハビリ室って書いてます今度は。そして治療されたロボットがちゃんと動くかこのリハビリ室で細かくチェックされます。その納めもいいですね。形がね、人型であるというのは人に寄り添うロボットでしょ。でも実際にはね、うまく動作してないロボットが非常に多いと聞いてます。調子悪い時は見てもらうぐらいのつもりで、例えば町のね近くの診療所、ホームドクターのつもりでね、気軽にこうクリニックを利用していただければいいなと思ってます。ちなみにこんな質問もおっしゃいました。保険っていうのは聞くんですか。ごめんなさい、難しいですね。それは聞かないでしょう。はい、ということなんですね。はい、ただどこのメーカーさんのんでも二足歩行のロボットであれば全部修理してくれるんですか。治療ですね、治療してもらえると。ただ要予約となっています。9時から17時まで、うん、はい、ね、一度試してみてはいかがでしょうか。何も言わないから人形より大変そうですもんね、見るのね。